こんにちは、阿部チャンネルです。今回都議選特集の後半第2回ということで、お送りしていきたいと思います。まずですね、気になる都議選維新の顔ぶれなんですけれども、12人が立候補を予定しております。順番にちょっとご紹介をしていきたいと思います。まず我らが北区の佐藤琴さん、33歳、元会社員、一児の母、昨年都議補選に立候補したんですけども、惜敗したということで再びのチャレンジです。非常に今街中でもすごく応援を受けて、まずまず街も温まってきてるかなと思います。2人目、松田龍介さん、33歳、元丸紅の商社マン、イケメンですね。松田さんも昨年都議選補選に挑戦して、今回その雪辱を晴らすために戦ってまいります。3人目、岡橋ひろかさん、世田谷区維新政治塾議政ということで頑張ってまいります。若旅啓太さん、練馬区。若旅さんはですね、岡山県の和気町の町議会議員だったんですけど、東京から日本を元気にしたいということで都議選に挑戦することになりました。3児の父、まだ31歳ですけど、3児の父、すごい子だくさんですね。4人目、滝沢圭一さん、八王子からの立候補予定となります。元都議会議員の方ですね。百瀬智之さん、杉並区、元衆議院、元長野県議会議員ということで政治の経験が非常に豊富ということで非常に期待大ですね。次、丸山玲子さん、江戸川区で元々先生だったということで非常にパワフルな女性ですね。元衆議院議員の秘書を歴任してきたということです。はい、新宿区、上塚哲司さん、25歳、最年少の都政対策員、本当に若い力で頑張ってほしいですね。次、中央区、岸野智康さん、26歳、若い。岸野さん、ミスター慶応だったということで、非常になんか話題になってますね。銀座の凱旋で結構女の人とかマダムに超大人気だった、イケメン軍団がチラシを配っていたっていう噂が聞こえてきました。はい、頑張ってください。次、板橋区、前田純一郎さん。前田純一郎さんね、東大出身、公認会計士、税理士、行政書士ということで、前田さん、非常に後で板橋区の特集で少しお話ししたいと思います。もともと支部長だったんですけど、都議選にいくら替えとなりました。台東区、柴田圭也さん、45歳、元会社員、復興にお勤めだったということですね。次、菊池正彦さん、港区、元都議会議員、元港区長選挙候補ということで、港区を地盤としてずっと政治活動されてきた方のようですね。あと、維新の、すみません、政策ですね、東京維新の掲げる重要政策ということなんですけれども、まずこのコロナの状況をですね、しっかり立て直していかなくちゃいけないということで、東京版レスキュープランということで、2兆円規模の財政出動による東京大復活を大行政改革ということで打ち上げております。簡単に概要だけ、持続化給付金、企業ごとに200万円配りますという、給付しますという持続化給付金、もう一回東京都でやりましょう。家賃支援給付金、これももう一回東京都でやりましょう。キャッシュレスポイント還元、3000億円分、お買い物をしたら 30% 返ってきますという、キャッシュレスポイント還元、10万円の臨時児童手当と授業料補助、こちらもずっとつらい思いしてきた子どもたちのためにやりましょう。区市町村サポート交付金、こちらも3000億円分やりましょうということで、合計 2.2 兆円の財政出動を行うと。で、その代わりに大行政改革と過剰資産の売却をしていく。東京都って28兆円ですね、資産があるということで、実はすごい超健全財政ということで、こういう緊急事態なんだからこそ、そこをね、政治家が責任を持ってコロナで困っている人たちを助けるためにバーンと財政出動するべきだというのが維新の公約の一つの柱となっております。詳しくは概要欄からご覧いただければと思います。では次の注目選挙区解説ということで、東京12区のエリアからちょっとピックアップしてお知らせしていきたいと思います。まず足立区ですね。足立区なんですが、足立区非常に6人区でたくさんの方が登場してきています。で、この中で言うと、個人的な感想なんですけど、非常に女性の勢いを感じています。立民の和田さん、和田愛子さんですとか、都民派の後藤奈美さん、あと令和の末竹明太郎さん、共産党の斉藤真理子さん、あとみんなの党の松村京子さん、女性が非常に多く出てる印象をですね、もともと令和のこの明太郎さん、山本太郎さんのスタッフだったそうです。現スタッフなのか分かんないです。地元を回っている感想なんですけど、当たり前なんです、公明党のポスターがすごいです。当たり前って言っていいか分かんないですけど、都営住宅が結構あるんですけど、都営住宅 のベランダとかにバーンって貼ってあります、ね、すごいっす。で、あとは共産党の斉藤真理子さんの凱旋車はですね、もうね、年明けくらいからずっと回ってましたね。やたら回ってました。あとは都民ファースト の馬場さんのポスターがね、舎人とか入谷で非常に多く貼ってあるなという印象でした。私、足立区全体というよりかは、ちょっとね、日暮里舎人ライナーの西側が中心なので、東の方はちょっとわからないんですけども、ちょっとそういう印象ですね。女性の勢い
公明党のポスターを印象です。結構地元でもユニファの後藤奈美さんとかすごく強いんじゃないかとかね、あと女性陣ね、共産党立憲もなかなかいい線までいくんじゃないかなっていうような話を聞いてます。まあ、皆さん頑張っていただけたらと思います。はい、残念ながら維新からは出ません。豊島区はですね、3人区ということで、顔ぶれが都民ファの本橋さん、公明党の長橋さん、日本共産党の米倉春奈さん、自民党の堀光堂さん、古い政党から国民を守る党井田さんということが今名乗りを上げているそうです。で、豊島区っていうのはもともとですね、小池都知事の地元なんですよね。衆議院議員になった時の地元なので、小池さんの人気非常に高いです。回ってても小池さんファンなのよねみたいな女性の方とかすごく多かったです。まあ、ちょっとね、自民副長の中で都民ファのこの本橋さんどれだけ頑張るかが注目ですね。これ7人の侍一人、本橋さん注目です。板橋区ですね、非常にこちらも激戦です。5人区で今名乗りを上げているのが8人で、自民、都民ファ、公明、立憲、日本共産党、無所属の方で、日本一の会の前田純一郎さんということで、かなり乱戦の様相を呈しているかなと思います。前田純一郎さんは衆院の支部長だったんですけど、いろいろ思いがあって都議選の方に出馬を決意したということで、ずっと1年以上ですね、活動してきています。で、前田さん非常にキャリアも素晴らしくて、東京大学を出て銀行にお勤めになってから、公認会計士、監査法人になって公認会計士としてずっとお仕事をしてこられて、税理士資格、行政書士資格持ってると。で、国交省で空港の民営化関係のお手伝いをしてこられたということで、一応その、まあ、いわゆる公営の施設を、まあ、民営化してもっと合理化を進めて、まあ、その利益をですね、もっと還元していったらいいんじゃないかという、そういった民活についてのプロフェッショナルなので、ぜひとも維新の前田さんにこの板橋区はご注目をいただければと思います。非常に人柄も温和で、素晴らしい人だと思います。はい、ぜひとも板橋区の各駅などで駅立ちしていると思いますので、お気軽に声をかけていただければと思います。体が非常に大きくて、でかいなって思われるかもしれないですけど、非常に優しい方なので、何でも親切に答えてくれると思いますので、ぜひともお声掛けください。はい、前田さん応援してます。最後が北区になります。北区はですね、3人選ばれる選挙区になってまして、前回のちょっとおさらいからいきたいんですけれども、前回はですね、都議補選、昨年行われた都議会選挙の補欠選挙ではですね、まあ、1議席をめぐって5人の候補者が争いました。これ全員候補が女性だったということで、女5人の戦いみたいな感じでですね、結構メディアでも報道されてたんですけども、結果議席を取ったのは、当選したのは自民党の山田加奈子さん、52,225票、2位がですね、斉藤理恵さん、立憲民主党の斉藤理恵さん、36,215票で、3位に日本維新の会の佐藤こと33,903票、新しい党とダブル公認だったんですけども、で次に4位に天風伊吹さん23,186票で、最後にアベノマスクブラで非常に一世を風靡した新藤花さん、6125票といった、こんな結果でした。で、今回は、まあ、この山田さんが入って、結構出る人も変わってですね、前回から出てる人は佐藤琴さんと山田加奈子さんでして、斉藤理恵さんは大田区に国替えをして北区から出ていってしまいました。まあ、地元の人もあれいなくなっちゃったんです、ちょっと困惑気味なんですけども。で、都民ファーストの会、この天風さんって小池さんの元秘書の方ですかね、で宝塚で活躍されたという人なんですけども、天風さんもちょっと今回は出馬しないということで、天風さんの代わりに林本さんという25歳の家庭の方が立候補予定となっています。で、アベノマスクブラの新藤香菜さんは N 国も辞めたのかなということで、まあ、今回出ないということになってますね。で、まあ、都民ファーもですね、まあ、どうしてもじゃないですけど、この音喜多駿さんがもともと都民ファーだったことも、都民ファーを出奔して今国会議員として活躍しているということで、まあ、資格を必ず立てるじゃないですけど、そういった多分意向もあるのかどうかわからないですけど、再びですね、都民ファーの方が立候補を予定していると。で、前回は公表が一緒になって5万2000以上のがその山田加奈子さんに言ったんですけど、今回自公表が分かれるんですね。今回の顔ぶれ改めてお話しすると、自民の山田さん、公明党の大松明さんで、共産党の曽根はじめさんで、都民ファの林本さんで、日本維新の会の佐藤ことということで、前回公明党と自民党が一緒になった5万2000票というのは、まあ、分かれるわけで、かつ斉藤理恵さんが立民と共産の票がまるっと入っていたのがですね、まあ、いなくなって、で共産党から曽根さんが出ると
ということで、この筆談ホステスさんの方にですね入った票が共産党の曽根さんに まるっと入るのかどうか、これもポイントですね。なので佐藤琴さんが前回 33,903票取っているので、うまくその前回 その票が各校でちょっと分散されてくればかなり上位当選も夢ではない構図になっているのかなと思います。ただそんな甘くないですし、すごい自民党へ その揺り戻しというか、世論調査見ても投票先1位は自民党なので、かなり、あと現職になられたということでもかなり票を伸ばしてくるので、もっともっと頑張らないといけないかなというところですね。第3局の票がまたね割れてしまう、トミファと割れてしまう佐藤琴さん、どれだけ票数を伸ばすか、阿部司も全力で応援していきたいと思います。今回はこの東京都議会特集ということでお話をしてきましたけれども、何を皆さんに一番お伝えしたいかというと、東京都議会選挙非常に大事な選挙だということなんです。東京の未来を左右する非常に重要な選挙なので、ぜひとも投票にですね行っていただきたいというのが私からのメッセージです。コロナ禍でも本当にいろんなね思いをされている方いると思うんですよ。もちろんもう災害みたいなものですから100点の政治っていうのはないのかもしれないですけれども、本当に政治家が腹をくくって責任を取ってギリギリのところまで調整してやってるのかとか、本当に都民のために寄り添った動きをしてくれてるのかどうかとか、本当にいろいろと浮き彫りになったと思うんですよね。なので皆さんぜひとも、特にコロナ禍で不満を感じた方、ぜひとも一番マシだと思える人にですね、ぜひとも貴重な一票を投じていただければと思います。で、日本維新の会のメンバーですね、12人挑戦していきますけれども、みんなですねもう特定の団体ですとか企業の応援誰ももらってなくてですね、非常に選挙厳しいです。厳しいんですけど、本当にその市政のいわゆる一般の方々の代弁者だと思って、地道にもう駅前ですとか街中で訴えて活動していきますし、寄り添った政治をしていきたいということで当選をしていきますので、ぜひとも応援のほどですねご注目のほど、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、今日の収録終了とさせていただきたいと思います。ではぜひともチャンネル登録お願いします。ではまた次回お会いしてまいりましょう。日本維新の会。